与田ツカは株式会社ウェザーニューズ所属の気象予報士。主にテレビ朝日の番組に気象キャスターとして出演している。東京都大田区出身。東海大学海洋学部海洋工学科卒業。NEC を経て1995年にウェザーニューズに入社。同年に気象予報士の資格を取得した。受験3回目で合格した。 1997年のスーパー J チャンネル開始とともに17時代のヤンボー、マーボー天気予報を月曜日から水曜日まで担当する。翌年には平日の番組全体を通した天気担当キャスターとなる。以後ほぼ一貫してテレビ朝日制作の報道、情報番組に出演している。2004年には森林インストラクター取得。2005年には スーパー J チャンネルを離れ、報道ステーションにて、台風や豪雨等といった、気象災害関連のニュースで、解説者として出演する。一方で、タモリクラブ等、報道番組以外の番組にも出演するようになる。映画、死に花にも、同局番組司会者と共に出演した。2010年10月の改編で、朝の情報番組、矢印馬テレビ、 の平日版総合司会に抜擢される。気象会社社員が報道、情報番組の総合司会を務めるのは全国でも異例となる。2011年4月に総合司会からお天気キャスターへ移動。後継番組のグッド、モーニングでも天気予報担当として関東地方を中心に全国各地に出向き、お天気検定などのコーナーに出演している。 2017年からは、同局、サタゲーステーションでも、天気予報を担当している。このほか、2012年11月17日には、所属する、ウェザーニューズの BS デジタル放送、インターネットチャンネルソリーブ24で放送された、ソリーブスターの7元中継に出演。また、藤森良子が代表を務める、NPO 気象キャスターネットワークの一員として、 小学校等で気象にまつわる出前授業を行う。以下、特記ない場合は、テレビ朝日の番組、現在過去、ありがとうございます。